エリザベス様、マーリン様が。ひどい熱。私の手に負える代物ではなく。とにかくやってみます。王女様にこんな力が。エリザベス様の魔力はドルイドのそれとは似て非なるもの。それはまるでおとぎ話の。なんて暗い、暗い漆黒の海のような魔力。とんだ客人の来訪だな。あなたは実戒の。俺の魔力に介入してくれとはどんな奴かと思ってみれば。久しいな、エリザベス。どうして私のことを。哀れな女だ。何のこと。未だ我が兄メリオダスを苦しめ続けるか。呪われし女神エリザベス。兄、あなたはメリオダスの弟。私が女神。貴様は3000年もの長き間、死しては前世の記憶を失い、幾度も転生を繰り返しメリオダスと出会っている。その数は40や50では済むまい。転生。それじゃあ3000年前メリオダスと一緒だった女性は。無論貴様だ。何がそんなに嬉しい。夢みたい。そうだったらいいなって思っていたことがまさか本当に。私ずっとずっとメリオダスと一緒だったのよ。それがどれだけ奴を苦しめていると思う。私が苦しめている。どうして。メリオダスはいつだって私のそばにいてくれる。思い出したい、彼といた全ての時間を。彼が私に囁いてくれた全ての言葉を。そうか、ならば全てを思い出せ。その時貴様は己の罪深さを思い知るんだ。何があった。私としたことがゼルドリスの魔力に囚われていたようだ。エリザベス王女が魔力を打ち破ってくれなければ危なかった。礼を言わせてくれ。エリザベスが。エスカノールにも礼を言わねばな。いえ、僕なんて。エリザベス、大丈夫か。平気。少し疲れただけ。エリザベス。一人で風に当たってきたいの。団長、悪いが今回の任務だけは抜けさせてくれねえか。ああ、いいぜ。あ、次元の歪みとやらを作ってんのは十中八九メラスキラだ。でも奴を倒せば。エレインはもう限界だ。メラスキラを倒さずともいずれ。だからせめて最後の瞬間は一緒にいてやりて。バン、お前の気持ちは。わかんのかよ。好きな女を二度も死なせる気持ちが。大変だ、メリオダス。話して、ディアンヌ。どうしたの、エリザベス。早く知らせなきゃ。バルザノ、王女様。バルザノ、誰。何があった。メリオダス、バルザノが重傷だって騎士団から連絡があったの。お前、まさか。私が見よう。エリザベス王女、私がわかるか。久しぶりね、マーリン。見違えたわ、あんなに幼かった子が。まだ一人でベリアルインにいるの。これは。エリザベス。エリザベスちゃん、その目は。大丈夫かな。マーリン、原因は分かんねえのか。
私の呪いを解く際、ゼルドリスの魔力に干渉した影響だろう。じゃあ、今度はエリザベスがその呪いに。違う。エリザベスの記憶が戻り始めたんだ。え？記憶が？それって前世の？すごい！ん？前世？何の話？キング絶対驚くよ！エリザベスは3000年前から何度も転生してるんだって！うそ！だからエリザベスはね、前世の記憶を取り戻したいってさっき僕らに。口を慎め、ディアンヌ！何？どうして？ひどいのは団長だよ！エリザベスの話をわざと無視したんだから！もう終わりだ。え？記憶が戻るまで、そう時間はかからねえ。記憶が全て戻れば、エリザベスは3日で死ぬ。